スチームクソゲー。調査隊。先日の調査活動お疲れ様でした。今回はその調査結果の報告となっているぜ。我々の貴重な時間とお金を、ドブに捨てることで今回のゲームの全容を知ることができたよ。ゲーム自体はクソつまらなかったんだが、その内容を明らかにしていく過程は、アドベンチャーゲームのようで面白かったんじゃないだろうか。では早速見ていこう。今回調査したゲームはこちら。スーパイン製作のウェイステッドピッツァ。シングルプレイが実装されていなかったので、全くゲーム内容がわからなかったけど、今回判明したことを逐一報告していくよ。まずは軽いジャブ。こちらの設定はゲームが終わるたび、再起動するたびにリセットされるよ。まあ可愛いもんだな。まずは名前を入力していくんだけど、入力したという事実を覚えておいてほしい。とりあえず部屋を作成。ゲームルールはフリーフォアオールだけ。自分以外は全部敵ってことだな。今回の生贄たちがどんどん参加していってるね。そしてこの参加者の名前は縦にしか表示されない。スタートボタンが隠れてしまったね。まあ問題なく開始できたからよしとしよう。初めて行くとまず操作説明。実は他にもいろいろな操作があったんだが、ここには書かれていないな。この辺は調査の結果明らかになっていったよ。では早速始めていこう。まずは操作説明。WASD で移動、右クリックでエイム、左クリックでトマト射出、スペースでジャンプ、シフトでダッシュ、F で視点切り替え。ちなみにエイム中はジャンプできないみたい。あと腰ダメでは発射できない。とりあえずはこんなところかな。画面がガクついているのがわかるだろうか。これは移動する、マウスを動かすと起こる現象だぜ。常に画面が揺れているし、それに合わせて照準も上下するから、エイム力がどうとかの問題じゃない。遠くから撃つとわかるんだが、そもそもトマトは照準の左側を飛んでいっている感じなんだよな。照準がまともに機能していないね。これが体力。1発25ダメージなので4発で死亡。右上のはログで、上のは残り時間。画面の説明は大体終わったね。ここでこのゲームが何をするものなのか説明しておこう。このゲームはそこらに落ちているピザに紛れて、敵を倒していくゲームだよ。プレイヤーとマップ内のピザは見分けがつかないから、身を隠しながら戦っていくのが本来の遊び方だと思う。みんなジャンプして移動しているのですぐにわかるんだけどね。で、これがクッソつまらない。まず自分が撃ったトマトが、当たっているのかどうかわかりにくい。今の射撃で照準がおかしいのが分かってもらえたと思う。画面がカクついているのでとても酔いやすい。ステージはもちろんこのステージだけ。一番の問題は敵を倒したのか分かりづらいという点だと思う。一応当たったら体力バーが出るんだが、一般的な対戦シューターのように大きく成果が表示されないため、自分がやったのかどうなのか分かりづらい。右上のログなんて文字が小さくて見る気にならないし、全部白だからどれが自分のかわからない。そしてどれだけキルを取ろうと、何も報酬がないのも問題だな。武器の種類でもあればよかったのにね。まあ根本的に照準が狂っているから、それ以前の問題だな。私はこの時点ですでに飽きていたよ。永遠とも思える5分だったな。ここでやられた時の映像を見てもらおう。リスポーンポイントなんだが、これは何箇所かあるみたい。マップが狭いのととてもわかりやすい位置にあるのと、リスポーン後の無敵時間などの対策がないため、リスキルが頻繁に発生するよ。そしてここで最初のゲーム終了。なんか左上にピザの画像が出てきたんだけど、これは何のためにあるんだろうね。おそらくはここに成績を表示したかったんじゃないかと推察したぜ。そしてここで問題発生。マウスカーソルが出てこないため、下の部屋を出るというボタンが押せない。というか制限時間が終わってもゲームは終了にならないよ。これはエスケープでメニューから部屋を出るしかないみたい。そして調査隊がお互いの調査結果を共有したよ。そして再び調査に乗り出したんだが、一番上に表示されている私の名前に注目していただきたい。名前の霊圧が、消えた？最初に入力した名前を記憶することができないらしく、何かの表紙でゲストって表記になるみたい。もう誰が誰だかわからないね。情報共有の結果タブで戦績が見られることがわかったぜ。この背景は終了時に出てきた画像と一緒だね。自分は黄色く表示されるんだが、見づらいったらないな。
ピンが全員200付近でプレイしていたんだけど、もしかしたらこの現象もガクガクする現象も、ピンが高いことによるものかもしれない。サーバーが海外にあるんだろうな。で、気づいたら制限時間が15分に設定されていたよ。隊員が開いた部屋に入ったんだが、懲役15分はきつすぎる。私は2ゲーム目で飽きて、バグを探し始めたよ。こういった隙間があるので、なんとか壁抜けができないかと考えていたぜ。今は1箇所に集まって物理演算が荒ぶらないか調査中。私の上に乗ってもらってた弾ロケットみたいに、高くジャンプできないかと思ったんだが、どうやらこれも失敗。しかし優秀な調査隊員がバグを発見。バグというよりマップの作りが適当というか、このように隙間があるんだよね。ここからはいつもと同じようにただ落下していくだけ。いやあ、空が綺麗だな。薄暗かったから余計に開放感があるよな。もちろんリスポーンはされないので、部屋から出る必要があるよ。そして再び部屋に入ろうとしたんだが、このように部屋が2つあると表示が被ってしまう。このゲームは仮想前提としているのかな？エンターでチャットが打てることを発見してくれたんだが、これは自分が一度チャット欄を開かないと、左下に表示されない。だから呼びかけても相手がチャット欄を開くまでは、気づいてもらえないんだよね。悲しいなぁ。そしてチャット欄を閉じたらマウスカーソルが表示されるようになる。視界を動かすことができなくなるんだよな。これは右クリックでエイムをすることで元に戻るよ。右下のチャットが怒涛のように流れているが、実は何も打たなくてもエンターを押せてしまう。荒らし放題だね。またチャット欄を開いても、移動ができてしまう仕様のため、このように意味不明な文字列が出来上がる。普通はチャット欄を開いていると、操作できないようになっているんだけどね。その他に真上を見ながら視点を変更すると、画面が荒ぶるバグがあったり、壁際で視点変更すると同じ現象が起きたりしたのを確認したところで今回の調査は終了を迎えたよ。では総評に行こうか。さて総評やっていくよ。トッピングが一切乗っていないピザのような何の深みもないゲームだったな。最初の5分でもうお腹いっぱいだったからね。おまけにシングルモードもないから過疎っている現在では購入する意味もないな。音楽だけは良かったんだけど、すぐに同じループが始まるから、飽きてしまうんだよね。あとはジャンプなどの SE が重なってうるさい。なんか重なりすぎてぶつ切りにも聞こえたね。海外のレビューでは、ウェイステッドピッツァをもじって、ウェイステッドマニーとか、ウェイステッドタイムと評されていたな。けどみんなと集まってやるには、それなりに楽しめるんじゃないだろうか。現在100円で早期アクセス中。ぜひ購入してみてね。それでは次回の調査対象を紹介していこう。次回の調査対象は、ブルーシフトメディア制作の、リンクスバトルアリーナ。お値段205円で評価は賛否両論だよ。ゲームモードが2種類あるみたいなんだが、マルチには誰もいない。一応シングルモードもあるんだけど、くっそつまらなかったので、今回調査対象に選んでみたよ。調査日時なんだけど、今週中に選んでもらったゲームを調査する企画の動画を上げる予定なのでそっちの方でお知らせしようと思う。一応今考えているのは15日の20時からだよ。たくさんのご参加お待ちしております。では今回はここまで。またね。